2022年6月に行われたコーヒー&カーズの続きをお伝えします。バックラーカーズは1947年から1962年までに400台を生産したイギリスのメーカーです。このマーク5はバックラーカーズの一番初めの車でありながら、マーク1ではなくマーク5となっています。その理由はバックラーさんがこの車がバックラーカーズの最初の車だと思われたくなかったからだと言われています。この2台のセレステはニュージーランドで新車登録されたもので、とても綺麗な状態で保たれていました。最後を飾るスピリット R にはタイプ A、タイプ B、タイプ C とありました。こちらは2シーターのタイプ A です。それではまた続きをお伝えします。